スチューベンビルは、アメリカ合衆国オハイオ州東部、オハイオ河半に位置する都市、同州ジェファーソン郡の郡長所在地である、人口は18,659人。オハイオ川の対岸、北東に位置するウェストバージニア州、ウィアトンと共に形成している、ジェファーソン郡を中心に3郡にまたがる、都市圏は124,454人の人口を抱えている。より広域的には、 スチューベンビルは約 60km 東に位置するピッツバーグの広域都市圏に含まれている。市名は1786年にこの地に建てられたフリードリッヒビルヘルムフォンシュトイベンの名を冠したスチューベントリデに由来している。現在ではスチューベントリデは復元され一般公開されている。やがて市はオハイオ川の河口の町として、そして鉄鋼の町として、 20世紀前半まで栄えた。しかし20世紀も後半に入ると、ホイーリングや、ビアトンなど、近隣の鉄鋼の街と同様に、市は衰退していった。市の人口は1940年のピーク時の約1、2にまで減少した。しかし、2010年代前半、スチューベンビルの地下には2層の大規模なシェール層がある、ことがわかり、今後は、 シェールガスが産業と雇用をもたらすものと期待されている。市内の至るところに20以上の壁画が描かれていることからスチューベンビルは壁画の街と呼ばれている。またスチューベンビルはオハイオ州内に6つあるカトリックの教区の一つで、州東部及び南東部を統括するスチューベンビル市教区の本山が置かれている。同教区は フランシスコ海第三海系のフランシスカン大学、スチューベンビルをはじめ、同教区間かつかの小学校、中学校、高校を一校ずつスチューベンビルに置いており、スチューベンビル市学区の公立学校と共に、スチューベンビルをオハイオ州東部における教育の中心地たら占めている。なお、スチューベンビル市の南には同名のスチューベンビル軍区が隣接している。両者には直接の関係はない。 マーケットストリート1786年、大陸軍に代わって結成されたばかりのアメリカ合衆国陸軍第一連隊は、北西部領土の地図作成のために派遣された測量者の防護を目的として、この地で砦の建設を始めた。砦は、翌1787年2月に完成し、独立戦争において、将軍ジョージ・ワシントンの下で、大陸軍の訓練において、 功績を挙げたフリードリヒビルヘルム・フォン・シュトイベンの名を、関してスチューベン・トリデと名付けられた。やがてトリデの周囲に、町が発展し、トリデの名を取って、スチューベン・ビルと名付けられた。この町は、時々、フランス語の、美しいと英語の、町を組み合わせたフラングレで、ラベルシティとも呼ばれた。測量が終わると、トリデは一旦は放棄されたが、その後1797年に、 ジェファーソン軍が設けられると、その軍長がスチューベンビルに置かれ、ボルチモア出身の測量者ベザリー・ロウェルズと、ピッツバーグ出身の弁護士、ジェームズ・ロスの二人によって、町が区画された。1803年3月1日、連邦17番目の州として、オハイオ州が成立した。1817年には、スチューベンビルで、製鉄が始まっていたが、 19世紀前半は、スチューベンビルは、主としてオハイオ川の河口の町で、軍内の後廃地は小さな村や農場で占められていた。やがて1851年、スチューベンビルは、市政を施行した。1856年には、フレイジャー・キルゴア社がスチューベンビルに、先駆けとなる製鉄所を建て、スチューベンビル石炭工業会社が創業を開始した。 19世紀も後半になると各所で鉄道の建設が進み、ピッツバーグとシンシナティ、シカゴ及びセントルイスとを結ぶ、ピッツバーグシンシナティシカゴセントルイス鉄道の駅がシチューベンビルに置かれた。朽ち果てた市内の製鉄所の航路跡交通網の確立は、鉄鉱石の運搬を容易にし、鉄鉱業及び石炭産業の発展を促した。 20世紀初頭の最盛期には、スチューベンビル地域の製鉄所は何万人もの、労働者を雇い、さらに周辺の炭鉱は、航路の燃料となる石炭を掘る鉱夫を何千人という単位で雇っていた。また、鉄鋼と石炭の他にも、製紙、ガラス、洋業といった産業が発展した。しかし、20世紀も後半に入ると、アメリカ合衆国の鉄鋼業の地位低下。 それに伴う全米的な経済構造の変化によって、鉄工業に大きく依存していたスチューベンビルの地域経済は崩壊し、市は急速に衰退へと向かった。1940年に37,651人を数えたスチューベンビルの人口は、1970年には3771人、1980年には26,400人。 1990年には22,125人と10年率10%を超える減少を続け、2000年には2万人を切って1,9015人にまで減少した。都市圏でも1980年代から2000年代にかけてウィアトンスチューベンビルは全米のどの都市圏よりも大きな人口減少幅を示した。しかし2010年代に入ると、 スチューベンビルの地下にはマーセラス、及びその下の有機化の二重のシェール層があることが分かった。スチューベンビルは2010年時点で15.0%もの失業率を記録したが、今後はシェールガス関連産業による雇用の創出が見込まれている。スチューベンビル市中心部全域へ。手前は、オハヨ川スチューベンビルは、 北緯40度21分34秒、西形80度36分49秒に一致している。市は、ウェストバージニア州との宗教になっているオハイオ側に面しており、ホイーリングからは北へ約 40km、ピッツバーグからは西へ約 60km、州都コロンバスからは東北東へ約 230km である。アメリカ合衆国国政調査局によると、 スチューベンビル市は総面積27.53平方キロメートルである。そのうち27.32平方キロメートルが陸地で0.21平方キロメートルが水域である。総面積の0.76%が水域となっている。市街地はオハイオ川西岸の狭い氾濫源の上に形成されており、その西側に広がる丘陵地帯は住宅地になっている。 市中心部の標高は216メートルであるが、市西部の丘陵地帯では標高300メートルを超える。スチューベンビルの都市圏は、スチューベンビル二軍庁を置く、ジェファーソン軍に加えて、ビアトンが属するウェストバージニア州ハンコック、ブルック領軍を加えた三軍にまたがっている。スチューベンビルは、欠片の気候区分でこそ温暖出潤気候に属する、ものの、冬の寒さは厳しく、 また、エリーコナンガンのクリーブランドほどではないものの降雪も多く、実際には中西部の大部分に分布する大陸製のアカン湿潤気候に近い気候である。最も暑い7月の平均気温は約摂氏23度、最高気温の平均は約摂氏29度で、日中は時々摂氏30度を超える。最も寒い1月の平均気温は氷点下摂氏2度、 最低気温の平均は氷点下摂取6度で月のほとんどの日は気温が氷点下に下がる。降水量は年間を通じてほぼ平均しており月間70から90ミリメートル程度であるが夏季の6から8月はやや多く月間100ミリメートルを超える。年間降水量は1030ミ、mm、リメートル程度である。また冬季の12月から3月にかけての 月間降雪量は12から23センチメートル、年間降雪量は78.5センチメートル程度である。土中弁ビルの街路は、中心部では比較的整然と区画されているが、丘陵の上の方はやや入り組んでいる。南北に通る通りは、市の目抜き通りである、マーケットストリートを境に、南と北に分かれている。また、中心部にはいくつか番号のついた通りがあり、 オハイオ川から離れるほど番号が大きくなる。東西に通る通りには、東と西の区別はない。土ベンビルの中心部に建つ建物は、ほとんどが、低層のものである。市で最も高い建物は、マーケットストリート沿いに建つバンクワンビルディングである。この12階建て、高さ45メートルのライムストーン造り、ボザール様式のビルは、市がまだ栄えていた頃、 1922年に建てられたものである。ジェファーソン郡地方裁判所市中ンビルは1984年以来、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市の行政実務の最高責任者であり、市議会によって任命される。シティマネージャーは、市議会の本会議及び委員会に出席し、市のプロジェクトの状況や、その他市政府に関連する事項について、 アドバイスをするとともに、市政府各局を監督し、その日常業務に責任を負う。一方、市長は公式な市の長であり、市議会の議長を務めるとともに、地域や州の会議には市の代表として出席する。また、市長は市の保健理事会の長も兼務する。市議会は市の立法機関であり、条例の制定、特定の事案に対する決議、及び 予算の承認に責任を持つ。市議会は7名の議員からなっており、うち6名は市を6つに分けた、選挙区から1名ずつ、残り1名は全市からそれぞれ選出される。市議員の任期は4年である。ベテランズメモリアル橋、スチューベンビルに最も近い商業空港は、ピッツバーグのダウンタウンの北西、約2 2トル スチューベンビルの中心部からは北東へ約 40km に立地するピッツバーグ国際空港である。この空港は、ビアトンスチューベンビルを含む、ピッツバーグ広域都市圏のみならず、ヤングスタウン、ホイーリング、モーガンタウンなど、規模の小さい空港しか持たない近隣の都市にとっても、事実上の空の玄関口となっている。市の中心部から西へ 7km、 成功のウィンターズビル村の南にもジェファーソン郡エアパークがあるが、こちらはゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機などの発着が主となっている規模の小さい空港である。スチューベンビルには週間高速道路は通っていないが、市の北を通る国道22号線が高速道路規格になっており、ピッツバーグの高速道路網につながっている。 この国道22号線が、オハイオ川を越える、スチューベンビルと対岸のウィアトンとを結ぶシャバリ橋、ベテランズ、メモリアル橋は、それまでの方とスチューベン橋に変わる橋として1990年に開通したものである。また、オハイオカーズをよ通る修道7号線は、南へ、ホイーリングの近くまで高速道路規格になっており、スチューベンビルとホイーリングの 両都市圏を結ぶのみならず、I-70 へのアクセス道路にもなっている。スチューベンビルの公共交通機関としては、スチールバレー地域交通局の運営する路線バスがある。同局は、スチューベンビル市内に2路線、ウィンターズビル村1路線、及び南高のミンゴジャイクション村1路線のバスを運行している。フランシスカン大学スチューベンビルのキャンパスフランシスカン大学。 スチューベンビルは、市の北端、オハイオ川を見下ろす丘の上に249エーカーのキャンパスを構えている。同学は1946年に、フランシスコ会の第3会が創立したカトリック系の私立大学で、学部に40、大学院修士課程に8つの専攻プログラムを有し、学部生、約2100人、大学院生、約300人の学生を抱え、 学生体教授の日は14、1という少人数制の教育を行っている。US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングでは、同学は中西部の地方区の大学の中で30位以内に入る評価を受けている。スチューベンビルカーネギー図書館スチューベンビルにおける K12 課ほどは、主にスチューベンビル市学区の管轄下にある公立学校によって賄われている。 同学区は小学校3校、中学校1校、高校1校を有し、約2500人の児童、生徒を抱えている。3校の小学校のうちの1校、ウェルズアカデミーは2012年に州内のすべての公立小中高校で行われた学力テストの結果、州内の小学校の中で1位になった。また、これらの公立学校に加えて、スチューベンビルシ学区は、 ステムアカデミーというサイバーラーニングを提供している。ステムとは、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アンドマスマティクスの略で、その名が示す通り理数、工学、技術に関するインターネット講座を数多く提供しているが、それらに加えて、英語、経営、大学進学準備の講座も提供している。また、カトリックのスチューベンビル市教区は、 スチューベンビル市内に小学校、中学校、高校を一校ずつ置いている。市中心部南側、スラックストリートとフォースストリートの南西角には、1902年に建てられたスチューベンビルカーネギー図書館が立地している。この図書館は、現在では、ジェファーソン軍全域をカバーするスチューベンビル公立図書館の本館となっている。ロマネスク建築様式のこの図書館は、 1992年に国家歴史登録財に指定された。スチューベントリデスチューベンビル出身のディーン・マーティンが描かれた壁画史の起源となったスチューベントリデアとは、マーケットストリートとサードストリートの南東角のブロック一帯を占めており、その敷地は公園として整備されている。復元されたスチューベントリデアは公園の南東端に立地しており、構成する建物は おはようが辺境であった当時の兵士や測量者の生活に関する事物を展示する博物館になっている。砦の西に隣接して建っているマルタゴはヤはもとは1801年に建てられた復元された連邦領土事務所で内部は砦と同様に19世紀初頭のこの地における生活に関する事物を展示する博物館になっている。公園の中央に立地する ビジターセンターは、スチューベンビルのみならず、オハイオ州やアメリカ合衆国の歴史に関する事物を展示する展示ホール、土産物などを販売するミュージアムショップ及び観光情報を提供するとともに、市中心部の至るところに描かれている壁画をめぐる散策ツアーの起点となっているインフォメーションセンターを併設している。公園の北東に立地するバークマン野外劇場は、 5月から8月までの夏季、毎週木曜日には、スチューベントリデサマーコンサートシリーズとして、無料の演奏会が行われるのをはじめ、様々なイベントに使われる。このほか園内には、ベテランツメモリアル噴水や、ジェファーソン軍200周年記念の鐘がある。また、園内では、フランシスカン大学スチューベンビルの教授によって1978年、 以来発掘調査が続けられており、多くの出土物がビジターセンターの展示ホールやフランシスカン大学スチューベンビルで展示されている。スチューベンビルの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。なお、2000年以降、スチューベンビルとウィアトンの新域人口が逆転しているため、都市圏の名の最初にはウィアトンの名が完成られているが、実際に 都市圏の中心となっている都市はスチューベンビルである。ピッツバーグ入荷するウィアトン広域都市圏全体の人口については、ピッツバーグ都市圏人口を参照のこと。以下にスチューベンビル市における1800年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。ありがとうございます。